キリト、シノンと私からプレゼントがあるんだけど受け取ってくれる？俺に？なんで？キリトには日頃からお世話になってるからね。感謝の気持ちだよ。そんな、わざわざいいのに。遠慮しないで、大したものじゃないから。そうそう。やけにニヤニヤしてないか。なんだか嫌な予感がするんだけど。あら、女の子二人が一生懸命作ったものを受け取らない気なん？いや、ありがたくもらっておくよ。じゃあ、はい、これプレゼント。何これ？スムージーだよ。キリトのために私たちが作ったんだ。そうなんだ。何よその顔、嬉しくなさそうね。そんなことはないよ。それにしてもこれ何が入ってるんだ？土色でドロドロしてて。泥？失礼ね。食べられないものは入れてないわ。攻略に勤しむキリトが元気になるように勢力がつくものを入れたのよ。具体的に入れたものを言わないあたり、やっぱり怪しいんだが。ああ、つべこべ言わずに飲んでみなさいよ。ああ、わかった。それじゃあいただきます。くそ、はめられた。おそらくフィリアのいたずらにシノンが悪乗りしたんだろうな。どうしたの？遠慮しなくていいわよ。こうなったら一気に行くか。なんだこれ、苦っ。しかもまずことじゃ済まないレベルだぞこれ。どうすればこんな味のものができるんだ？企業秘密です。今日はいいもの見れちゃった。それじゃあね。予想以上の反応で面白かったわ。またね。ちょっと二人とも、ま、あ、クライン、こんなところにいたのね。実はプレゼントがあって。暗い、ダメだ、それは罠だ。舌がしびれてきた。あの二人、覚えてろよ。どうしたストレア、いつにも増して嬉しそうだな。それはね、シリカに相談に乗ってほしいって言われたからだよ。今までそんな感じで頼られたことってあんまりなかったから。なるほど、それで上機嫌なのか。一体何を相談されたんだ？シリカが悩んでるのは胸が小さいことなんだって。話じゃないって言ってたじゃない。だったらキリトに話しても問題ないでしょ？問題大ありです。なんで？なんでって、それはキリトさんは男の人で、やっぱりこういうことを聞かれるのは。そうかな。そうなんです。あ、そうそう、それで肝心の胸を大きくする方法なんだけどね。私はもともと大きかったんだもん。それに人間胸だけじゃないと思うよ。キリトもそう思うでしょ？なんでそこで俺に振るんだよ。
まあそうだな。そんなに落ち込む必要ないと思うぞ。もういいです。所詮胸の大きい人にはわからないんです。おいシリカ。言っちゃった。的確なアドバイスをしたと思ったんだけどな。シリカ、どう考えても人選ミスだろ。あれ、ストレア？どうしたんだその姿。私ってピクシー姿にもなれるんだよ。まあユイとほぼ同じデータ構成だから、ナビゲーションピクシーになれてもおかしくはないか。さーて、キリトの肩に乗って。ん？自分で飛ばないのか？うん、キリトの肩が居心地いいからね。そういう風に言われるといたずらしたくなるな。キリト、振り落とさないでよ。もうそっちがその気なら。なんか服の中に入るなよ。くすぐったいから。さっきの仕返しだよ。な、やめ。ストレア、俺が悪かったから出てきてくれ。私を振り落とそうとしたこと反省した？ああ、こんな目に遭うならもう絶対にやらないよ。じゃあこのくらいにしてあげようかな。そうしてくれ。というか、いつまで俺の首元にいるんだ？肩がダメみたいだから、ここを私の特等席にすることにしたんだ。勘弁してくれ。キリトとリーファって私にはただの兄弟っていう関係だけには見えないんだよね。ただの兄弟以外に何があるって言うんだ？もしかして禁断の兄弟愛とか？はい、それだったら腑に落ちるんだけど。どう？図星？違いますよ。本当に？動揺するところがますます怪しいな。確かに私とお兄ちゃんは血はつながってない兄弟だけど、それ以上のことなんて何も。え？おいすぐ。あっ！どういうこと？今更隠してもしょうがないか。俺は生まれてすぐに両親が死んで、母親の妹夫婦である霧ヶ谷家の養子として引き取られたんだよ。だから俺とすぐは、厳密にはいとこということになるな。そうだったんだ。だけど血はつながってないとしても、妹だってことには変わりはないし、フィリアが邪推したような事実もないよ。お兄ちゃん、なんかごめんね、からかったりして。気にしなくていいよ。フィリアがそういう風に思ったってことは、それだけ仲良く見えたってことだろ。 SAO に囚われるまではすぐとはほとんど喋らなかったんだ。でも今は違う。今まで離れてた分、少しでもすぐとの心の距離を縮めたいと思ってるんだよ。お兄ちゃん、そんな風に思ってくれてたんだね。これまで寂しい思いをさせたからな。ちゃんと向き合っていけるように頑張るよ。うん、やっぱり二人は兄弟なんだね。今のやりとりを見てたら、すごくお互いを大事に思ってるんだって分かったよ。キリトの言葉はこっちが恥ずかしくなったけどね。確
確かにそうですね。あんまり他の奴らには言うなよ。わかった。さてと、必要なアイテムは買い揃えたし、あとは…キリトくん！ん？ああ、アリシャさん。黒ずくめのスプリガンくんは遠目に見ても目立つね。買い物？なあ、次のクエストに備えた買い出しだよ。アリシャさんこそ、一人で何をしてるんだ？別に、ちょっとした気分転換だよ。ここには面白いものもたくさんあるしね。うん、これあげるよ。何かを口に突っ込まれた。これはチュロス？よくわかんないけど、そこのお店で買ったんだ。これなかなか美味しいね。確かにうまいけど、いきなり口に突っ込まないでくれ。ごめんね。領主様が食べさせてあげるなんてめったにないことだから、多めに見てほしいな。はあ、そうだ、お詫びに君に面白いものを見せてあげるよ。面白いもの？うん、ここじゃちょっと見せられないから場所を移動しようか。ああ、わかった。だいぶ人気のない場所まで来たな。何を見せるつもりなんだ？ここら辺でいいかな。じゃあ始めるよ。なあ、この詠唱は聞いたことのないスペルワードだな。なんだ、俺たちの周りだけ急に暗くなっていくな。いきなり夜になったみたいだ。アリシャさんの前に光が集まって、あの形は…よし、成功！これって鏡か？うん、でもただの鏡じゃないんだよ。ほら、鏡の中を見てみて。何かが映ってる？どこかの部屋みたいだけど。うん、執務室だね。執務室？なんでそんなものが。あ、人がいるぞ。あれは、昨夜さん？な、君は、キリト君か？やっほー、昨夜ちゃん。ルー、お前の仕業か。ごめんね。あの、これってどういう。これは、月光鏡って言ってね、闇属性の上級魔法なんだよ。この魔法を使うと、鏡を通して遠くにいる人と会話ができるんだよ。へえ、すごいな。でしょ？とりあえず、さくやちゃんを映してみました。とりあえずで人のプライベートを覗くな。それより、わざわざ月光鏡を使って何の用だ？特に用はないよ。キリト君に鏡を見せてあげてるだけ。まったく、人のプライベート空間を勝手に映すでない。あはは、さくやちゃんは厳しいな。それはそうと、キリト君とくっつきすぎじゃないか？そうかな。だってこうしないとさくやちゃんの顔がちゃんと見えないんだもん。ちょっと、もう少し付き合ってね、キリト君。ん？何か言ったか？うん、なんでもないよ。アリシャさん、完全にサクヤさんのことをからかってるな。そうそう、今からこの子とデートなんだよ。え？な、デートだと？ルー、いつからキリト君とそんな親密な関係になったんだ？へえ、サクヤちゃん、気になるのかな？そんなわけないだろう。私はただ、漁師がそんな軽々しい行動をとると
種族の統制を乱すというか。大丈夫。どこからそんな自信が出てくるんだ。うん、早くしないとデートの時間がなくなっちゃう。またね、さくやちゃん。あ、ちょっと待て、まだ話は終わってない。鏡が消えた。それに周りの空間も元通りだ。楽しかったね。さくやちゃんの慌てふためく姿を見られてよかったよ。後で怒られるんじゃないか。まあその時はその時だよ。さて、さくやちゃんで遊んでたらこんな時間になっちゃったな。これからデートしたいところだけど、今日は一回ケット資料に戻らなくちゃ。さっきの話本当だったのか。ん？君はどう思うかな。どうって言われても。困った顔も可愛いね。は？もうちょっとからかいたいけど、また今度にしようかな。今日は面白いものも見られたしね。じゃあね、キリト君、また遊ぼうね。はあ、嵐のように去っていった。さすが領主様って行動力だよな。きっとああやってみんなを引っ張っていく人なんだろうな。さあさあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。今日は楽しいお祭りだよ。そういえば今日はお祭りイベントの日だったな。いろいろな屋台があって面白そうだ。誰か誘ってみようかな。また今度でいいか。毎度。相変わらず悪どい商売やってるな、エギル。おう、キリトじゃねえか。今すれ違ったプレイヤー肩を落として帰ってったぞ。まったくひどい天使もいたもんだな。バカ言え。さっきの兄ちゃんはちゃんと納得して売り渡したんだよ。納得ねえ。そのいかつい形相と巨体にねじ伏せられたんじゃないのか。容姿だって立派な商売道具だろう。で、今日は何の用だ。ああ、買い取りを頼む。これなんだけど、いくらくらいつきそうだ。へえ、結構いい武器じゃねえか。本当に売っちまうのか。ああ、俺が持ってても使わないからな。せいぜい金持ちに売りつけてくれよ。任せとけ、たんまり稼がせてもらうよ。おう、エギル。なんだ、キリトもいるじゃねえか。クラインか。なんか売りに来たのか。ああ、こないだクエストをこなしてる途中に面白いもん見つけたんだよ。へえ、レアアイテムでもドロップしたのか。レアといえばレアなんだろうけどな。まあとりあえず物を見てくれよ。宝箱。普通宝箱って中に入ってるアイテムを取り出すだけで持ち運べないよな。そうなんだけどよ、こいつだけはなぜか宝箱ごとストレージに入っちまったんだ。そんなこともあるんだな。それで中には何が入ってたんだ。それがよ、どうにもこうにも開かねえんだよ。なんだそりゃ、中身がわからないんじゃ買い取りもできねえぞ。やっぱりそうだよな。これじゃあ本当の意味で宝の持ち腐れじゃねえか。残念だったな。くそ。いや待てよ、そういやスプリガンってトレジャーハントが得意だったよな。ああ、そうだけど、キリトだったら開けられなくても中身は見られるんじゃねえか。いや無理だろ、そんなスキル持ってないし。なんだよ、
ちょっと期待しちゃったじゃねえかよ。勝手に期待されてもな。まったくだな。それより宝箱を開けることを考えようぜ。なあ、この宝箱、鍵穴があるけど、鍵は見つからなかったのか？うん。パーティー組んでた奴らと一緒に周辺を探してみたんだけどよ、鍵らしきものは見つからなかったぜ。そこで相談なんだが、キリト、一緒に探してくれねえか？俺が？見つからなかったんじゃないのか？頼む！もう一回だけ探してんだ。お前しか頼む奴がいないんだよ。わかったよ。俺も宝箱の中身が気になるしな。おお、ありがとうよキリト。その代わり、鍵を見つけて宝箱を開けられたら中身は半分もらうぞ。結構持ってくな。分かった、その要求飲んでやる。半分にできないものだったら俺が買い取ってやるから、金を折半するといい。ちゃっかりしてるな。それじゃあ準備ができたら呼んでくれ。俺はいつでもいいからよ。ああ、分かった。クライン、準備できたぞ。そっ、どうよ。それじゃあ行くか。この遺跡のどこかに宝箱の鍵が隠されてると思うぜ。なんせあの宝箱はここで見つけたからな。探しても見つからなかったってことは、モンスターからドロップするなんてこともありえるな。なるほど。前に来た時は雑魚しか倒してねえから、どっかに特殊な敵がいるのかもしれねえな。なあ、その可能性もあるな。周りに注意しながら進んでみようぜ。おう。どっかね、可愛い女の子と会えないもんかね。俺も負けてられない。おい、キリト、あれを見ろ。他のモンスターとは違う雰囲気だ。もしかしたらあいつが鍵を持ってるのかもしれないな。それはあいつを倒してみればわかることだ。キリト、準備はいいか？なあ、クラインこそ足引っ張るなよ。足りねえだ。それじゃあ行くぜ。しまった。はっ、これで決めてやる。これで決めてやる。これで決めてやる。よし、クエストクリア。しゃあ、見たか俺様の実力。よっしゃあ、撃破したぜ。おい、クライン見ろよ。あれはもしかして鍵じゃねえか。やっぱりモンスターが持ってたんだな。助かったぜキリト。ああ、これで宝箱が開けられるな。しかし、たまには野郎二人ってのも楽しいもんだな。そうだな、こういうのもたまにはいいかもな。お前は女の子とばっかりパーティー組みやがるからな。俺にも一人くらい分かってくれよ。なんだか知らねえけど全然モテねえんだよな。クラインの戦う姿を見たらみんな見直すと思うけど。だ
だからパーティーを組むまでに至らねえんだっての。たくよ、なんで俺の魅力が伝わらねえんだ。みんな口に出さないけど、クラインが仲間思いのいいやつだってことはちゃんと伝わってるぞ。 SAO の時だってギルドのリーダーとしてメンバーを支えてたじゃないか。明日死ぬかもわからない中でみんなを鼓舞するクラインの存在は大きかったと思う。キリト、そう言ってくれるのはお前だけだぜ。お前が女の子だったら嫁にしてるな。気持ち悪いこと言うなよ。仮に女だったとしても俺はアスノを選ぶな。へーへ、相思相愛ベタボロですか。ったく、独り身の俺に対する嫌味かよ。それじゃあ目的を果たしたことだし町に戻るか。せっかくだからエギルにも自慢してやらないとな。あ、キリト、話をはぐらかすんじゃねえよ。ぼーっとしてると置いてくぞ。おい、先に行くなよ。おう、キリトと暗いんじゃねえか。当然だぜ。俺とキリトの手にかかればできないことはねえからな。それでもう宝箱は開けたのか。いや、まだだ。店で開けようと思ってそのまま持って帰ってきたんだよ。エギルも中身が気になるだろ。まあね。よし、それじゃあ早速宝箱と鍵をオブジェクト化して。行くぞ。心の準備はいいな。ああいいぜ。鍵が回った。開けるぞ。これはなんだ。これ写真集みたいだな。おい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 、ここよく見てみろよ。妖精たちのお宝秘蔵フォトだってよ。袋閉じのタイトルみたいだな。ったく、このゲームレーティングいくつだっての。お子様には刺激が強すぎるんじゃねえか。入手困難とはいえこんなアイテム作っていいのかよ。と言いつつ開こうとしてるぞ。取り目よ、必死こいてやっと手に入れたんだからな。さて、早速中身を拝見して。うわ、うるせえよ、もっと静かに見ろ。これが黙ってられるかよ。わ、半端ねえぞこれ。NPC なんだよなこれ。そりゃそうだろ、運営側が用意したんだし。こんな装備あるのかよ。露出多くねえかこれ。あ、この姉ちゃん好きなタイプだぜ。よかったな。次は水着か。あ、いや、やっぱりいいよな。生で拝んでみたいもんだぜ。ずいぶん楽しんでるみてえだな。おお、気の利いた運営様に感謝だぜ。つうか、キリトは見ねえのか。見えないんだよ。その本を見るとフォーカスが合わなくなる。なんだ、未成年フィルターでもあんのか。クラインとエギルは普通に見られるならそうなのかもな。こんな絶品が見えねえなんて。キリト、キリトよ。なんだよその同情の眼差しは。いつもならこいつはまるっと頂戴しちまうところだが、仕方ねえ、これはお前にやるよ。別にいらないよ、見られないって言ってるだろ。諦めるな少年よ。お前の腕ならフィルターかいくぐるぐらいできるかもしれないだろ。男に必要なのはな、熱意なんだよ、熱意。一応苦労して手に入れた中身だし、もらっておくよ。
一応な。頑張れよ。キリとは違う方向に精を出そうとしているな。お、誰か来たみたいだ。キリトくん、こんなところにいたんだ。パパ発見です。あ、アスナ。え、アスナ、ユイちゃん、いらっしゃい。なんでまたこのタイミングで。三人で何してるの？あ、いや、大したことじゃないんだ。背中に何か隠したみたいだけど。な、何のことだ？怪しい。ねえ、キリト君、何を隠してるのかな？だから別に。えい？あが、あ。好きあり。何何？何これ？写真集か何か？ああ、それはエッチなお姉ちゃんの写真が詰まった本だぜ。終わったな。最悪だ。へえ、そういうことか。あ、アスナさん。まさかこういうのが ALO にあるとは思わなかったな。確かにこんなの持ってたら隠さないわけにはいかないわよね。ママ、それは何ですか？ゆいちゃんは見ちゃダメよ。は、はい。ママ、顔は笑ってるのに、なんだか怖いです。それで、キリト君、これはどういうことなのかな？違うんだ、アスナ。きっと誤解してるよ。まあ、キリト君も男の子ってことだな。クライン、余計なこと言うなよ。別に俺は中身に興味があったんじゃなくて、システムの抜け道を探すための研究材料としてもらっただけで。いや、そのここで話すのもなんだし、私の部屋に行こうか。いいよね、キリト君。あ、はい。クラインのやつ、後で覚えてろよ。